野球中継が延長しましたので、この時間は予定していた番組を繰り下げて放送しています。引き続き MBS ラジオをお楽しみください。あっぱれやってます。さあ始まりました、あっぱれやってます。木曜日担当城島茂です。事情課長小本です。井上です。青井ショットです。川北真由子です。小島真子です。さあこの番組では毎週月曜日から木曜日までアイドル、芸人、ミュージシャンなどさまざまなジャンルのメンバーが90分間あっぱれな番組をお届けします。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。さあ4月入りましたね。入りましたね。入らないと思ってたのに入りますよ。イエーイ。あ、なんかあるの？え、4月ってなんか良くないですか？始まり的な。あ、まあね、はい、なんか新規って、ね、うん、あ、そうだ、新年度で、新年度、そう、本年度、今年、新年度、はい、はい、どうしたのみんな。新年度、小峠さんが、あー、今週もちょっと欠席ということで、これはまずいな。ただその先週休みでしたっけ？はい、そうですかね。あんまり違和感が気づかなかった。確かにね、確かに冒頭でそんな話してた気もね。聞いてる方はどうなんだろうな。オープニングで休みですねって言って、さあ、はい、どんなね、あの、会になるか言いながら、いつも通りな感じが、あんま違和感はなかったですね。全くストップ感もないですし、すんなり言ってます。そうですね。これ逆やったらどうですか？自分が休んだ時にあんま違和感ない、ショック。いやでもうちら休んでるから言われてる可能性大だよ。確かに。どういう感じなんですか？私とか休んでる時とか。結構いや嘘つけよ。スルスル言っとるわ。喋れなくなっちゃうの？本当にひどい。悲しみ。悲しみって言わないんです。そんな悲しみ。あのだって代わりのね方が来られますし、その方のお話でバッと盛り上がるじゃないですか。結局はね。そうだからそういうのは嫌ですよね。じゃあ休むなよ。髪かけあんけんじゃあ休むなよってこと。でも嫉妬してんの？私も休みたくて休んでるわけじゃないのに、なんか知らない子がレギュラー入って、あなたはウィンドウショッピングで休みます。あなた休んでないです。今日ラジオじゃないと思ってたっていう。あ、一回それありましたね。買い物してましたよね。買い物してました。でもそれは連絡ミスですもん。あ、そっか。まあ確かにね。でもいつもね、結構私たちの代わりが来るとさ、すごいウワワワワなんだよね、みんな。そう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 。なんかミキエちゃんが来た時はなんかエロかったとかさ、なんかいつ、そう、いつもいつもとは違う感じみたいな。休む時って綺麗な人来るもんね。オスカーのね方が来るんですよ。事務所のね。それは楽しいわね。AKB の子は分かりやすいじゃん。AKB の子が来てくれて、キャピキャピの子が来て、っていうね。そうなのって聞けるや話を。オスカーの子はね。また本当にいろんな人生経験してる方が多いじゃないですか。なんか色気がすごいあり。宝塚の男役経験済みとか。いましたね。でもそうやってなんか喜んじゃってるじゃん、休んでること。でもさ、それ渋木純さんが来てくれてよ、宝塚の、知らんぷりとか、そんな、なんかその険しい顔しながらなんかできますか、ね、それ。だって先輩ですよ。そうですよ、一番、人生の、先輩でもあるんですか。まあ、そうかもしれないですけど、本人がいないところでは別にいいじゃないですか。本人本人がいないところで別に褒め称えなくても。いやいや、でも素敵ですよね、渋谷さんね。ほんと素敵です。面白かったですよね。もっちゃくちゃ楽しかった。やっぱ声の出し方とか違いますもんね。もう帰っていいですか？違う違う、勉強になるということが言いたいんです。そうそう、社会として社会勉強ね。はい、先輩です、人生の。めちゃくちゃ楽しかった。ひどい、本当に。やめても泣くよ、そろそろ。もうやめてよ。もうちょっとガチトーンめっちゃって。でも僕らは言うても麻雀推しやから。いや、もういいわ。真横やから。そう。もういいです。もう生粋の真横ですよね。もういいわ。だからそんな必死に言ったら嘘くさいからやめても。一日に3回真横で何ツイートされてるかって調べますもんね。調べてないじゃん。もう嘘つかないでよ。ハッシュタグで。ハッシュタグで。何が嘘よ。リーダーハッシュタグ知らないでしょ、絶対。やってないんだ。ハッシュタグやってないね。ハッシュタグはしてる。でしょ。ハッシュタグ。
さあでも今日は、はい、でもこのメンバーだけじゃないですよね、はい、先週は AKB のね、はい、来てくれましたけど、はい、助っ人がいるんですか、小峠の助っ人でって言って先、あの先週に AKB のゆいゆい、ゆいゆい来た人、はい、2万人で、これはちょっとやっぱ小峠のっていう風に全然ジャンルが違うんじゃないかっていうことで、やっぱ小峠の目線に合わせてやっぱりここは小峠の代わりって言ったらもうこの人しか私は見つかりませんでした。え、なんとかあのこの時間空けていただいてありがとうございます、来ていただきました。小峠と全くもって一緒です。もうネタの作りから何か全て一緒です。本当です。なんて日だって皆さん思うかもしれません。なるほど、登場してもらいましょう。この方です。冷やし中華始めました。どうも、雨宮です。すごい、うわ、はじめまして、久しぶりに見ました。そうですか、雨宮、はい、いや嬉しいです、ありがとうございます。ごめんなさい、いらっしゃいます。今日は雨宮さん、先ほど応援、はい、しなかったんでちょっとご挨拶まだしてなかったんですけど、はじめまして。はじめまして、お願いします。あ、それははじめましてなんだ、はじめましたで、そこそれは挨拶ですか。はじめましたは恥ずかしいでしょ。ネタは一方通行ですけど、これは挨拶なんです。はじめましたって言ったらちょっとね、雨宮それギターもちゃんとラジオ用にちっちゃいやつ持ってきてるやん。ほんとだ、すごい、そうなの。いや正直そうなんですよ、すごい、やっぱりあのそうそう、営業だとあの普段の ね、はい、ショッピングモールとかだと大きいギターの方が今でもいいですから、あれなんですけど、こういう時はちょっとね、ちょっとこじんまりしてるって聞いたし、うんうん、営業のな大きさじゃないからね、うん、そうですね、事前に情報は得てたのよ。ロケとか、ね、ロケとかも別に必要ないから、うん、大きいの、うん、ということで持ちやすいやつを、今日私でもなんか生で聞けてちょっとテンション上がりますね。上がります、上がります。そんなこと、いや嬉しい、まマイコさんにね言っていただくと嬉しいなって思います。呼び方、いやいや、お前さん、ね、なんて呼んでるんですか皆さん。いや、いいです、雨宮が呼びやすいやつでいいです。なんでもなんでも本当に、いや、まゆこさんでしょ。なんか、ここのテーブルなんかホストクラブでお店みたいなやつなれちゃう。お前ですね、ガチの好みなんですよね。いや、もうね、僕ね、ファンで、まゆこです、まゆこです。まゆこいるじゃないですか、大好きな。絶対嘘で、本当まゆこ始めました。本当に真横だったんですよ。いやいや、本当に本当に、本当にその何かで見てすごく何かで覚えてないぐらいですよね。いや、まあ、いろんな媒体でね出られてますから、そうそう、本当に綺麗だなといつも思っておりまして、いや今日実際応援したら顔もちっちゃいですね。ありがとうございます。びっくり。でも、まやちゃんは実際の方が、皆さんびっくりされます。そうですね。いや、もうちょっとね、もうちょっと顔も大きいのかなと思ってたんですよ。それは思うよな。そうですね。こんなにちっちゃいってみんな思わへんだよね。びっくりしました。嬉しい。いや、すみません。河北まゆこって実物の方が可愛いからね。うん、ね、どうしたのみんな、気取らないんだけど、なんで気取らないじゃないですか。はいはい、なんかちょっとツアーとした女優さんかなと思ったら、もうなんか、言いたいことはっきり言うし。確かに竹割ったような感じでね、サバサバ。テレビ写りも写真写りもいいからね。もういいわ、何なんですかこれ、もう気持ち悪いな。日本の元気印ですよ。あ、本当ですか、ありがとうございます。こんな、ちょっと待ってください、こんな感じなんですね、雰囲気。すいません、さっきそこでちょっと見させてもらってたんですけど、はい、あのもうちょっとなんかあの皆さんテンション高いのかなとか思ってたんですけども、意外とこのあのいだいぶお疲れなんですか皆さん。いやいやいや、これゆったりなマイペースな時間が、ね、時間ですからね。そうですか、なんかね、家飲みみたいな感じでね。まさにそれをね、それを、それを狙ってる。あ、それを狙ってる。そう思っていただいたら本当に一番ゲストとしても僕らが呼んだゲストとして、はい、最高です。よくそこ呼んでくれました。いや、ってことはやっぱりこう緊張が取れてリラックスできた状態で喋れるってこと、アメミヤ。いや、そうですね。で、聞いてるリスナーの方が自分もそこの飲み会に参加してるかのような。あ、いいですね。それは狙い。隣の席で聞いてる感じ。はいはいはい。狙いありました。それが、いや、そういうのもともとそういうのでみんな集めたんで、もしよかったら、じゃあ君もウーロンハイ一緒に頼もうみたいな。いいですか、みたいなね。あ、そうだったんですね、いや、ごめんなさい、なんかあっぱれっていうぐらいですから、はい、やっぱりなんかこうちょっと派手なね、もう誰もそんなことは思ってないだって葵さんなんかまだ喋ってないですもんね。そんなことないですよね。そんなことはないですよね。可愛い子ですね。可愛いですね。二人いましたね。そうです。喋ろうと喋ろうとせんでいいから。喋ろうとせんでいい。喋ろうとしなくていいラジオなんですね。そうです。喋りたい時だけ。そうです。いやいや、だって小峠さんなんか、はいはい、この間特番で一緒になったんですけど、はいはい、
ものすごい声を張るんですよ、テレビやと。そうですよ。このラジオって普通ですもんね。耳澄まさないと。な。ねえ。ボソ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 話してる。お前小峠の今10倍喋ってるからな。うんうんうん、いや、もうすでに。もう超えてる。1ヶ月分超えてますよね。1ヶ月分超えてます。本当に。嬉しい。そうですね。そんなにで、しかも迷子のことそんな言わないし、みたいな。あ、そうだ。初めて言ったよ、このゲスト。初めて言われた。嬉しい。本当に大好きな子が来たんだよ。いや、本当にね。何が一番好き、何が一番いいの？あ、知りたい。来た迷子。顔の大きさとかじゃなく、ね、うん、何、そうですね、とかガチで言う、そうですね、ルックス本当に、ドンピシャ、ドンピシャですね、やっとドンピシャというか、もうこんな子はいないんじゃないですか、そこまで嬉しい、いや、見たことないですね、街歩いてて、だってこの街レベルではいないかもね、いないですよね、マスカの美少女コンテスト何人から100人の1位、10万人です、10万人、もういいわ、もう何回目よ、10万人に1人で選ばれたんだ、いや、もちろん知ってますよ、それは街にいないよ、いないっすよ、いるわけないよ、10万人です、かき集めてもいないですよ、当時小学校5年生でしたね、小学校6年生です、あ、そうです、失礼しました、まあ全然まあまあでも小学校ですよ、若く見えたんだよね、だから若く見えた、ちっちゃくてね、あの本当美少女でね、あら、知ってる、その時代ももちろん知ってますよ、ね、もちろん詳しいですね、雨宮はその好きになった人のことを調べちゃいますから、あ、そっち系だった、はい、したらあのね、エントリーナンバー9番だったんですよね、すごい、え、何、気持ち悪い、どうしたんですか、いや、な、気持ち悪い、気持ち悪い、何、どうしたの、みんな、気持ち悪い、どういうこと、いや、どういうこと、別に普通に知ってるからね、エントリーナンバー9番、エントリーナンバー9番でちょっと、あ、何でしょう、外れちゃった、本当に何ですか、いや、これメディアで見ました、メディアで、 ありがとうございます、すいません、いや、とんでもない、こちらこそ、嬉しい、いや、なんかそんないきなりキモいって言われたから、いや、違う違う、なんか失礼な話ある、違う、嘘かと思って、嘘じゃないですよね、いや、本当に好きなんです、言わないけど隠れファン多いですよね、多いです、いや、エントリーナンバーまで知ってる人あんまいないと思う、いや、いるよ、本当に知らない人いるのだ、逆に嬉しい、ありがとうございます、マユコならな、知ってました、常識、常識だろ、知らなかったでしょ、マユコならね、知らなかったでしょ、あなた、いや、もちろん知ってました、よかったな、今日同じ空間でラジオできるっていうことも幸せ、仕方ないね、すごいね、結構緊張してましたね、本当ですか、隣の席だし、運いいことにね、しかも横よ、お隣だしね、いや、ちょっと今日の服の色合いも、あ、いいですか、ちょっとペア感出てますか、出てます、出てますね、あれ、アミミヤは結婚は、僕結婚してますね、あ、なんだ、ダメだ、もうちょっと早く、いや、結婚されたんですね、結婚されたって、僕あの言っちゃうけど、あの売れる前からしてるよ、おめでとうございます、いや、おめでとうございます、今更すみません、あ、僕のこと知ってんですか、知ってますよ、私一度お会いしたことあります、なんで、どこで、いや、一緒にお仕事させていただきました、ごめんなさい、本当に申し訳ないんだけど、へいへいへいから、違います、え、となんだろうな、イオンモール、あのイオンモールはあんまり来ないですよ、AKB の4K が決まらないだろ、ね、お前がいるじゃん、埼玉とかね、雨宮いるけど、埼玉のイオン、埼玉のイオン、いやで、イオンモールは雨宮はそれは所管主戦場ですけど、ね、AKB の方がイオンモールであんまり営業しないですよ、そうです、ね、イオンモールがパンクしちゃいますから、どこで、どこで、あの有吉 AKB 共和国、ああああああで一緒ご一緒させていただいたことがあります、うわー、4年前です、4年前、4年前、それ覚えてないかも、2012年じゃなかった、13年ですか、12か3、研究生だったので、うん、でも4年半ぐらい多分前になります、ね、その時ネタ見せてもらったの、その時はなんか、うん、一緒になって芸人さんとタッグを組んで研究生が曲を披露するっていう企画で、私は別の芸人さんとだったんですけど、あの歌ネタを持ってる人たちと、はい、で雨宮さんは岡田奈々ちゃんっていう私の同期の、あ、そう、あの岡田奈々ちゃん、そうと、はあ、ああ歌われてました、いや、岡田奈々ちゃんね、そうだ、何歌ってたんですか、全然覚えてねえんだよ、2回出させていただいて、あー、なるほど、全然覚えてないじゃん、1回目はあのカキフライ始めましたっていう冷やし中華の替え歌だったの、だからそれが多分5年前とかなんだよね、5年前というか、でその次は岡田奈々ちゃん、その時はね、有吉大統領に捧げる歌という形で、あの有吉さんのことをもう2人でもうめちゃくちゃ言うわけですね、そうだよね、それ優勝したんだよっけ、優勝してた気がします、ね、確か、そうでした、負けました、マコは誰と組んだの、お前が忘れてんの、よく人のこと言ったな、一番のひどいやつで、忘れてたらひどいよ、道理で自分のやつ言わへんなと思って、誰と組んでたんだろうね、バイキングさんじゃない、あ、バイキングさんだ、え、峠さんじゃない、小峠さんじゃない、
本当に。あの脇鳴らすネタ？違うんだ。覚えてない。すいません。覚えてないことあるんだ。こんなことある、ね、振ったな。なんでそれを振ったの。いや忘れられちゃうって悲しいね。あ、多分一緒にやった方は。でも雨宮のことは覚えてたんだもん。めっちゃ覚えてます。ありがとうございました。すごい印象的で、奈良のそのやっぱ歌がマジでかわいそうです。タッグ組んだ人、本当にかわいそう。なかったことになってるもんね。ちょっと CM 中に調べます。気になる。マシンガンズさんとかかな。違います、ね、ちょっと調べる、調べときます。いや嬉しい。でも、そんな、でもじゃあ、それ以来や。はい、ね、お久しぶり。お久しぶり。その頃はまだ中学生でしたから、はい、ちょっと久々にじゃあ生声聞きたいんじゃない。あ、聞きたいです。ねえ、せっかくなんで。あら、そうですか。マイクに。あ、いいんですか。ね、あら、ぜひ、ねえ、じゃあやってほしい。軽くで、はいはいはい、じゃあちょっと、よろしいですか。せっかくね、ギターも。川北さんも目の前にいるし。あの、今、あの、先にちょっと。あ、そうか、それは。先に歌うのは。先に歌っちゃってんのよ。もうよくあるパターン、ね、やめて。まあまあまあね、うん。本人の前で歌い出すっていう。いいですか、メミヤさん。じゃあちょっと、一つ。はい、はい、すいません。街でいろんな言葉を目にするとつい歌が降りてきます、はい、例えば、うん、冷やし中華始めました、はい、きっとこの言葉の裏にはこんな物語があったんだと思います。なるほど。夏に間に合うように春先から取り掛かって味に納得いくまで何度もやり直して本日12月20日うちのラーメン屋でもとうとう冷やし中華始めました。試作重ねてる間嫁がホストに狂ったけど冷やし中華始めました。僕の名義でカードを勝手に作られた額の借金を冷やし中華始めました。ちょくちょく起こる不審火知らぬ間にかけられた保険冷やし中華始めました。絶え間なく起こる民族紛争なぜ人は傷つき傷つけ合うのだろう。冷やし中華始めました。どうもありがとうございました。いい曲。壮大なね、切なさもあるね。切なくなっちゃう、冷やし中華見たら。壮大なテーマもありつつ、でも冷やし中華を始める。嬉しいですね。素敵。ね、うまいですね、やっぱり。いやでも、12月20日ですよ。試行錯誤。あんまり始めちゃいけないからね。そういうことがあったからね。本当はそっから始まった歌なんですよ。ね、そのワンボケから始まったネタで。で、なんで12月20日なんだっていうことで、あの、まあ、アラビキ団という番組があるんですけども、見てました、僕も。それでちょっと1分20秒の尺に増やそうって時に理由をつけていったような感じなんですよね。それであんなストーリーになった。冷やし中華もね、この、 あの運命的な出会いですからね、あなたと冷やし中華っていうのね。本当そうですね。よくそこをそのままネタにできた、あのシーンに感謝だよね、冷やし中華と出会った。どういうシーンなんですか。このネタができるそのきっかけ、なぜ冷やし中華が始まったか。確かにそう思ってたんですよね。なんでやろう。あのですね、リーダーが気になってるって。あのね、まあ張り紙カラオケボックスでまずね、ちょっとあの張り紙を見つけたんです、はい、うん、あのなんとか関係および泥酔者の入店をお断りいたします、はい、まずそこにちょっとメロディーつけてみたんですよ、うん、そしたらそれが結構面白いな、うん、いい歌になったんですよ。注意書きにね。そうです、そうです。それで、まあ、ネタ見せでやってみて、ちょっとまあ、ライブのね、なんかちょっと反応良くなかったんで、うん、一番有名な張り紙ってなんだろうって街歩いてたんですよね、うん、そしたらパンって冷やし中華始めましたって降りてきて、はい、その場でもう外でギター出して、はい、紙こうやって出してグーって、ま、夏に間に合うようにって書いたんですよ、ね、はい、それでできました。へー、本当に夏の頃6月なんですよ。6月にちょうど6月って冷やし中華がちょうど店頭に並ぶ時期でしょ。だから貼ってあったんでしょうね、どっかで見たんでしょうね。なるほど、はい、だから冷やし中華を、冷やし中華っていうのをテーマに曲を書いたわけじゃないんです。たまたま出たんです、冷やし中華ですよ。張り紙のネタを作ってる最中に張り紙の一番いいやつを選んだだけなんです。それでね、あのだからあのポール・マッカートニーがですね、はい、あのイエスタでできた時ってあの名曲ですよね、うんうん、あれこう夢でこう
夢で見た、降りてきたんですってメロディー。それで朝起きてそれ弾いて書いてって、それであの大ヒット曲が生まれた。ちょっと近いんじゃないかな。もういやあると思うよ本当に。アメミヤもポール・マッカートニー、アメミヤちょっと似てると思う。ありがとうございます。マキはじゃあちょっとこの調子で、そんなアメミヤさんとお送りしてまいりたいと思います。ゆっくりしましょう。はい、このテンション。はい、大丈夫です。ね、さあそれではここで一曲お聴きください。TOKIO で I Wanna Be With You。城島茂です。MBS ラジオからあっぱれやってまーす。合同テスト総合結果発表。さあというわけでございまして、うん、雨宮君実はですね、はい、この、 あのメンバーで、うん、あの曜日各曜日とか、この番組に関係してる、その番組、全団体でやったんですよ。テスト、テスト、はい、普通の教科のテストです。それの1位とからずっとこう決めてって最下位まで決めていこうじゃないかと、テストを行ったんですね、はい、でそれの結果発表が出まして、はい、学力テストの、はい、でこちらまだ全員メンバー知りませんので、はい、今から1位から順に発表していきたいと思うんですけども、はいね、はい、まずあっぱれやってますの月曜日から木曜日、はい、でちょこっとやってますというメンバー、うん、そして俺たちごちゃ混ぜの6番組のメンバーがこのテストを開催した、はい、うん、はい、うん、はい、成績はチームの中で一番高い点数と、うん、一番低い点数を足した合計点で競うと。お、あ、なるほど、はい、なるほど。2位から5位は関係ないんですけど、1位と6位、はい、1位と6位というかこのメンバーだとね、トップと最下位、はい、何位だと思います？リアルにリーダー、この我がチームでのトップはリーダーでございます。だからあ、まあね、はい、6番組だから6位イコールB じゃないですか、うん、はい、まあ、1位は無理にしても、はい、ギリギリ、うん、まあ無駄なところ4位とか4位4位、うん、ああ、足し算でしょう。足し算っていうのは僕今知ったんですよ、はい、トップと最下位の足し算。我々のチームはトップがリーダーで84点、あ、うん、すごい。で最下位は小島子ですね、もちろん、はい、そうですね、小島子の10点という、うん、足して100点満点ですからね。2桁いってない。100点満点中小島子ちゃん10点、はい、はい、足して2桁、そうなんです。2桁いってないんですよね。これは俺非常にまずいまずいと思ってます、うん、まずいと思ってる方、最下位、はい、絶対最下位。井上さんが最下位、いや、うん、え、翔太君は、いや意外と3位とかに入ってんじゃないか。なわけないじゃん、大バカ者かお前。いやだから本当にバカはバカのまんまなんだよね本当にでも青井翔太さんは6番組の中で合計で足した点数が94点は第3位。違います。それはもう言っちゃうんだ。大バカ者って言うんだよお前のこと。それだけは言います。え、だってアンガールズの田中さんとか100点とか取っててもおかしくないよ一人で、うん、なるほど。90何点とか一人で取ってると思うよ、うん、大人じゃん。小島子ちゃんなんかないんだよ。10点という点数ありました。下から2番目ってことは、5位、5位ということでございますか。 ありがとうございます。はい、ビリではない、ビリではないと。うん、ちなみに1位のご褒美、そして最下位の罰ゲームは後日プロデューサーから発表があるみたいでございます。お食事かな、焼肉がいい今度は、うん、いや1位じゃねえって。お肉は1位なわけないから。1位大バカ者だよ2人の合計が2桁なのに1位、うん、じゃあ行きましょう。まずは第1位でございます、はい、1位はこちらの番組でございました。あっぱれ来た、やばい、え、ちょっとマイク抜けた、はい、どうぞ。抜けたままでいいです。月曜日月曜日やっぱりね、あっぱれ月曜日、月曜日、いやここは強いですね。さやかさんのとこでしょ、ゆきりんさんじゃないでしょ。136点でございます。やっぱり、え、でもいけんじゃね、そうでもなくね、あっぱり月、あっぱれ月曜日、いやいや、え、でもやっぱ田中さんでしょ。ちなみにトップはアンガールズの田中が96点。言ったじゃん、うん、絶対そうだよ。もう超え、もう一人で、うん、一人で私たちを超えてる、うん、大人げない。え、しかも浜口さんは、あ、浜口さんは本当におバカさん代表みたいな感じで、うん、ね、井上さんとかも何回もこう絡んだことありますね。え、4人しかいないの月曜日、はい、だけども、そうなんだ、ね、最下位の方でも浜口さんって40です、ね、あ、僕よりいいんですか
本当だよ覚えてらっしゃいますか自分の天気そうですよ井上さん人のこと言えないですよ月曜の最下位がもう井上さんより上っていう時点でもうやばい、ね、いや終わってるわお前らもっと下だろういや本当だけどだけど近かった私、うん、まあまあ、ね、まあ1位はまあね近かったですね、はい、2位いきます2位は、うん、俺たちごちゃ混ぜあじゃあ違うじゃん誰135点と1点差でございます。誰の曜日ですか誰加藤さんです。極楽加藤さん、良い子有野さんとかありましたけども。え、100点の人がいる。はい。すごい。上智大学。なるほどね。いや、これはもう。ずるくないですかずるくない。これはもうずるです。ずるではない。ずるですよ。彼女ですからね。彼女は別に。上智英語もね。いや、これずるいわ。みんな頭いい。オーマイガーだって。学生じゃん。いや出身っていうだけですか、ね、遠藤さん以外遠藤さん以外すんげえいい点数じゃん遠藤さん多分ボケだから要はだから要は100点取っても1点の人いたらダメです101点になっちゃう、ね、ただ1点の人がいたとしても私たち負けてますから、ね、いやでもまだ2位までしかそうですまだ2位です、はい、この1位2位がないのはもうちょっと皆さんも分かってました、ねうん、3位でガクンと落ちたらね、はい、まだチャンスはあるよね、はい、なんと3位で20点もガクンと落ちたいやほらみんな意外とバカいやじゃないです20点しか落ちてないです3位もさらに1点134点じゃあ違うねもうこれも明らかに違いますね、うんうん、あっぱれ水曜日でございますやっぱ向井さんだ、うん、頭いいねゆきりんさんできるじゃん、うん、ゆきりんさん53点も稼いでますけどなんだゆきりんさんのことなんて教えてましたバカですあなたですってこと言われますよね逆にうわマジか小島子ちゃんは何点10点バカでしたですね、バカでしたですよね、うん、バカでしたでも全部埋めたもんな、うん、そうですよ、うんうん、ゆきりんはマジゆきりん水曜日結構ゆきりん出身の高校もわからないのに53点取るんですから出身高校わかんないひょっとしたら自分行ったかどうかも覚えてないけど53点取るさあここからですね、ここからですね、ここは4位、ここは勝負、4位じゃないかなと思うんですけどね、はい、4位いきます、うん、4位はちょこっとやってます114点、うん、あ、でも下がってきた、うん、なんと1位は木本さんですけどもリーダーよりも点数低いんです82点ですけども木下さんが32点も取ってんのそうですだから最下位の方の点数が結構重要なんですよでもさ、うん、1個言っていいですかちょっと黙れ1個も言うなそれはいなくないですか、うん、なぜだってさ、それはさ、うん、だって TKO の木下さんだっておじさんじゃないですか、もう、うんうん、生きてる年数が違うもん違います、現役に近い方があなたなんですあなたが覚えてた方が一番得なんですでもだって何回も言いますけど常識問題って社会的知識が必要だから生きてる年数多い方が有利だもん普通にあの足し算割り算とかの問題だったので、ねはい、学力テストの方が多かったですけど、はい、あ残念ながら4位まであと2つだだから次呼ばれたらセーフってことですよねそうそうそうあと2つはあっぱれ火曜日かあっぱれ木曜日、ありがとうございます、お願いします、うん行きましょう、はい、最下位の方を発表しますか、はい、もう5位を発表しますかいや最下位にしよう最下位でいいですか行きましょう最下位はあっぱれかーよっしゃ木曜日でございますなんですか今のでしょうねあんまり木曜日最下位なんてなんですか94でございます94木曜日は木曜日94よっしゃ倍率でいくと 1.0 倍ぐらいですね本当に来た本土本命来たということで、うん、本命来ましたねえその上は いくらですか点全員三桁です二、桁は我がチームだけ残り火曜日は何点あっぱれ火曜日は110点亮さんが84点とリーダーと全く一緒ただし久松い組がですね26点というカンニングしたんじゃないですかえちょっと待って水でしてないですよえ大学出てるやんアジア大学アジア大学で26です吉木久さんもアジア大学いやこれ問題でしょアジア大学大学出てこれかいでも何年に出たんですかって話現役ですよいやでもいくみちゃん多分私より年下ですよいやそんなことないでしょじゃあもう ほぼもしくは年ごまかしてるか現役ぐらいですよ10年20年ごまかしてる、ね、いやそんなごまかし聞くの43歳なら分かるでしょ、うんもうだいぶそっちでしょ。いやそれだったら別にそのどの面下げて活動してんのってなるよ。そっちで気になる今度。いやいや推薦というかね一芸で。そうですね。アジア大学有名ですもんね。そうなんですよ。ってことはもう。
これねリーダーが84も取れてるので、はい、上が、あ、上が、あの、金さん。でもリーダーがあと6点取れてれば。人のせい、すごいね。違う、人のせいにはする。1個ね、ケアレスミスで、一問間違えてたのよ、ケアレスミスで。やっぱそうですよね。ちょっと変わってたはずなんやけど。いや、違うんですよ。私もでも。1点取ったところで。例えばだから、もし一番最下位が川北真由子ならば、うん、最下位免れてるんです、うん。そういうことですよ、やっぱり。私が休めばよかったんだ。はい、休んでも、青い賞だけます。ツートップ。19点で断トツ。そう。最下位のツートップね。僕5分ぐらいで時間しかなかったんですよ、はい、僕の。で、あなた、この2人が休みましょう。で、井上さん5分ぐらいで24点。これでも最下位です。はい、そうなの？これでも足りてないです。だから4人休んで私だけじゃなきゃダメってことですよね。ダメです。だから3人の責任ですね、これは。この番組のワースト3が全番組でのワースト3です。マジで？やばいね。もうそうに決まってんじゃん、言ったでしょ。何この極端な5万の挙兵させて。いや俺それは嫌やわ。なんかここに食い込むの嫌やわ。ダントツの D を取るっていう。でも罰って何なんだろう。ちゃんとやれよかった。後日発表ということな。そう、それを待ちましょう。今日じゃなくてやってことですか？1位の人のご褒美と。怖い。ね。でもさあ、でもさあじゃない。でもさあ、何か発覚し、あ、だって発見した。前回、うん、私たちご褒美のご飯行ったじゃないですか。はい、前回は1位ですね。プレゼント企画の1位で行ったじゃないですか。それで罰ゲームとして来た有野さんとか、うん、アンガールズさんとかは一緒に美味しいご飯食べて帰っただけですよ。はあ、罰ゲームのくせに。いやでもまあネタやりましたけど、一応ネタやるはプレゼントなんかゲームとか持ってきて、ね、ゲーム持ってきてくれて、その辺全部忘れてんだよね。なんでもないです。負担でかかったと思うよ、地味に。逆やったらね。そうですよ、あんだけゲームのないあれ全部持ってきてくれて、ボードゲームかなんかね、ら知らない曜日にずっと席で座っているんやで。それは結構地獄だから、知らない曜日で一人 AKB やらせよ。やっぱりみんなもやってください、一緒に。何木曜日やるもく48やりましょう。おお、いや絶対やだ絶対。それワースト3でやってね。なんかやだよ。新ユニットだ。新ユニットだよ、やっぱり。だってやるもく48曲から思えなあかん。まあでもね、もう決まったことですから、申し訳ありませんが、まあったら木曜日が最下位、罰ゲーム決定ということになりました。発表は後日となります。ちゃんと勉強せよ。じゃあここで一曲、はい、お願いします。はい、行きましょう。 AKB48 でシュートサイン。たった一度の人生で幻がシュートサイン。次長課長の井上です。 MBS ラジオからあっぱれやってます。ちぎり嘘つきは誰だ、ダウト。懐かしい。テーマに沿って皆さんからエピソードを順番に語っていただきますが、一人だけ嘘のエピソードを語ってもらいます。皆さんは全員のエピソードを聞き終わった後に誰がダウトか全員で一人予想してくださいということになりました。雨宮はもう初めてでございますので。そうですね、もうあたかも本当のこのことのようにバーッとみんなで喋っていきます。ただ一人だけという嘘をついてるからその人当てましょうというコーナーだったんですが、はいはい、アメミさんゲストで来て、これが最初なのに、いきなりちょっと変更しますけど、いいですか、ちょっとどうぞ。テンパると思います。かなりかわいそうでしょ。かなりかわいそうだと思ってます、はい、私も。どういうことでしょう。いいですか、発表して、はいはいはい、実は今回ですね、はいはい、この中にですよ、うんうんうん、今日であっぱれ木曜を卒業する人が2人いるんです、ね、今日で今日で今日最後なの。今日最後ですか。今日最後が2人いるんです。今日で終わりですか。2人いなくなるってことですか。今ってこと、ってこれ終わったらってことで。そうです。今日でやっぱり木曜卒業する人が2人います。ということで、今回のこのダウトークは、誰が一体誰と誰が卒業するのかという、その2人を皆さんで当ててみようではないか。強制ですか。え、強制的に辞めさせられるってことですか。そんなことは言ってない。そんなことないけど。どういうことで。俺一回も強制的に辞めさせますって言ってない。強制じゃないけど。置き換えないで。ワースト2とかじゃないですか。ワースト2とかじゃないですか。やばい、私たち。まあ、何せ卒業する人が2人。ワースト3やばい。やだ。この2人いるんですが、はいはい、
卒業する、ね、方々、自分が卒業することもちろんこれをバーってみんなで今全員で言ってますけども、うん、知ってますので実は、はい、ちゃんと事務所も話し合って、もちろんです、もちろん事務所も知ってるもちろんです。なんで嫌気がさしたのかないやまだまだわからないですね、誰かが後で雨宮さんこれよく見てください、もう始まってますので、もう始まってます、嫌気がさしたのかなっていうこの本人かもしれません。いや実は卒業するのそれがわからないですね、誰かがうまいことやってる、もう結構やってるから、うん、嘘がうまくなってるから、そうなんですか、そうなんだ、はい、さらに、はい、テーマを今から言いますので、はい、このテーマに沿って皆さんで、はい、話をしていこうではないか。了解いたしました。今日で卒業ですから、はい、今日で卒業にもかかわらず、はい、テーマはこちら、ね、4月以降この番組で何をしたいかというのを発表してもらいます。お、なるほどね、はいはい、当然今日で終わる2人はもう4月以降できませんので、そうですよ、だから、ね、必ず誰か2人は嘘を言ってると、ちょっと悲しみも、そうですね、先ほど冷やし中華始めましたじゃないですか、ちょっと哀愁があって、嘘をつき始めました。あら、あ、一曲できそうですね。どうですか今すぐパッと歌いますか、ね、歌いますよ、はい、いや大丈夫です、ひどい、それはありない、アメリカさん万が一のことがあるので必ずギターを持っててください、万が一って何で、あなたが引き起こしてるだけです。そう万が一あのギター話はダメです。そうなんですよ、あの実はちょっと 2,3 箇所ね行けるとこあったんですけども、あったんですね、反省してました、反省始めました、行けるとこ、反省始めました、小島子をバカでしたとか行けたんですよね、そうか、ラジオの音のボリュームもちゃんと知ってます、そうなんですよ、ただここはトークですから、雨宮さんちゃんと話を聞いてください、でもさ、でもさ、はいはい、小峠さんいないじゃないですか、あ、そうだ、もういないわ、だからといってもういない、峠さんも一人に入ってるってこと、もちろん今日で卒業、じゃあ一生会わないじゃないですか、っていう可能性もあります、別れもできず、その人、はい、っていう可能性もどうかわかんないですけど、そうか、一生かどうか、もういないってこと、でまだ来ないとも限ってませんね、この後に、あ、確かに、はい、さあそれではどうしましょうかね、はい、あるある、うん、はいはい、4月からやりたいこと、はい、あ、うん、あるの、珍しく小島子からスタートします、月一ご飯会をしたいです、あー、いい、月一でご飯に行く、番組でやで、ダメです、はい、何がダメです、はい、やるもく、やるもくの、やるもく定例会みたいな、うん、あー定例会、ロケとかじゃなくてね、じゃなくて、うん、普通にね、そう、親交を深めるための、まだやるんですか、これからもよろしくねっていうやつを、はい、ラジオの番組じゃなくてプライベートの方をやりたいってことね、もちろん、だから10分だけだから録音回せばいいでしょ回せ、何をするでも10分はそれを言うとさ、卒業した人も来れますから、あ、そっか、確かに、別に辞めたからってそれですぐ切るんですか、うん、あなたも、うん、確かに、そうですよね、あなたみたいなタイプが一番 LINE からすぐ退出するタイプですよね、違うでしょ、じゃあそう思われたくないんだったらそれは辞めましょう、うん、みんな来れますから、じゃあ後で回してください、また考えてきます今考えます、じゃあ4月からこれで嘘だったら怖いですよね、そうです、うん、これで有宮さんこれが嘘の可能性、いやそれはすごいよ、大したもんです、女優だなと思うな、うん、4月、うん、僕前々回ぐらいにその4月入ったら何したいかって実は言ってたんですよ、お、うん、伏線張ってまして、嘘、皆さん分かりますか、席替え、クラス替えの季節ですね、うん、それは言ってましたね、はい、したい、私もだから、うん、結構この席位置にくじ引きでなんて結構立つんですよそうですね、で、まあその席替えを4月になったら改めてしたいと、いやそれはいいですね、またまた空気変わって、ね、見える景色も変わってくるやろうと、うん、そうするとまたこう面白い4月が迎えるんじゃないかなと、以上です、いや、なるほど、席がいいですね、はい、え、ま、なんで目そらすんですか、河本さん、いやいや今そのまだちょっと余韻が随分早いなと思って、ね、はいはい、考えるの早いんだよねそんなこと言ってて、雨宮さん、はい、クラス替えとか言ってて本当にそのクラスからもいなくなる可能性があります、え、悲しい、なるほど、さあ小島子ちゃんいきますか、はい、じゃあ4月以降で何がやりたいか、春のリベンジ学力テスト、ほう、なるほど、ビリ取ったからの、おめおめ、もう一回予備対抗でやりましょう、いやでも対抗するほどもう差がすごすぎて勉強します、勉強するの、するする、か、うん、か、私たちは捨て身で英語一教科で勝負するか、
あじゃあ私絶対1位じゃん、うん、100点。そう、そしたらそれいいかも。まゆこ姉さんが1位になって私が0点でも100はいける、うん、それが最下位なんです分かりますかね。火曜日は110点なんです。分かりました、いいですか。私たち木曜日はプレゼント企画1位だったじゃないですか、うん、はい、だからプレゼント企画またやりたい。4月、そう4月以降、あ、まあ、必ず優勝できるのでね、はいはい、そう必ず優勝できるので、やっぱ青井翔太がいますので、こんな、ね、差のある、ね、はい、メンバーも少ないんです。この間1位取って、ね、また次3位取ってってこんなにね激しいチームないんです。また1位を取りたいよね、せっかくだから。やっぱり春からいいスタートを切りたいですね。全員いいスタート2人いますからね。嘘ついてるのが今すでにもう3つ出てますけど、なるほど、必ずいますから、うん、雨宮さんよく聞いてるからね。翔太君、難しいな。僕はなんか小峠さんが最近あの対決コーナーあるじゃないですか、はいはいはい、だから対決小峠さんだけじゃなくて、うん、また違う人たちで、うん、あの対決とかやってみたいですね。あとは心理テストやりたい。おお、新しい。お、なるほどなるほど。確かにそれバカとか関係ないもんね。うん、なんだから。読み対抗の心理テストってわけわからない。いや、それがいい、それがいい、なんかそれがいい。どういう人が優勝やねん。確かに、でもなんか天才肌的なやつとかやりたいね。でも予備対抗じゃなくて もここのメンバーで、そう、リスナーの方が考えた心理テストでいいかもしれない。トランプとか。トランプ見えるか。意味がわかんない。ラジオで口頭で、あ、口頭で忙しい。はい、こんな感じ。井上さん行きましょうか。そうですね、まあこのラジオで、まあ別に4月からじゃなくてもいいんですけど、うん、このラジオで毎回のように出てくる西野カナさん、あ、そうだ。だからその西野カナさんにたどり着くまでにやっぱ近い人をどんどんたどっていくというか、うん、ゲストを招いて、うん、なるほど、ね、同じ事務所ですよ。雨宮来た、そうだそうだ、 SMA ですから知ってて言って、まあ、小峠さんもそうですよ ね、 よね。しかも結構ね、仲いいんですよ。やばい、ちょっといいですか。聞きたい。仲いいって、うんうん、会話するぐらい。いや、あのね、例えばウクレレを彼女が始めたんですけど、はい、コンサートで、うん、こうやって、うん、ウクレレ始めましたって弾いてくれたり、うん、雨宮のネタをやってるやん。もうウクレレ始めましたやってくれて、結構わーってなったりね。なるほど。いや、井上さんのちょっとマジっぽいな今の。僕は、4月以降に私分かったロケやりたいです。ロケ、僕はみんなで、うん、ラジオなのに、ラジオでやっぱロケやりたいんですよ。どんなんですか。やっぱブース飛び出してみたいんで、まあ、たまに飛び出しますけどね。なかったですからね、うん、一回も飛び出したことないですね、はい、飛び出したことがないので、この曜日では、ね、ないですね。こうラジオって見えない状態ですから、うん、やっぱこれは難しいと思うんですね、うん、人に言葉だけで伝えるって、うん、なかなか、うん、だからおバカちゃんをリーダーにして、うん、なんかそのなんて言うんですか、言葉で伝えていかないとわからないようなところに、うんうん、どういうあの手順でいけるか、うん、そのバカが説明が下手くそでなかなかたどり着かないみたいな、はい、かそういうちょっとゲーム要素のあるロケ企画をやりたいかなって思ってます。何、うんうん、ですか最後のその本当に思ってんのかな、雑な感じ、寂しい。分かった、分かった、全然思ってなさそうだったな最後、うん、ですね。ちょっと嘘くさいですね。え、マジっすか。ちょっとダウトっぽかったな今。しかしこの中で卒業は2人いるんです、分かった、私分かったよ。皆さんもちゃんと2人ですからね、ちゃんと2人、いつもはせーので指さしてましたけど、それを指すと分からなくなるので2人指さなきゃいけないんで、1人ずつ聞いていきます、誰と誰っていう、はい、強制じゃないんですよね。もちろん強制ではございません。いいですか、この今のもう一回おさらいします。リーダーは席替え、4月以降にやりたいこと、はい、小島子が春のリベンジ学力テスト、うん、川北甲子園マイコプレゼント企画、翔太いろんな人と対決、そして心理テスト、井上さん西野カナに近い人から辿っていって最終的に本人のスマホチェック、近い人へ辿っていく、辿っていくですね、うん、河本がロケ、うん、とでございます。え、もうこれはあれ討論とかなしで、そのファースト、まずはファーストでインプレッションいきましょう。小峠休みということですね、うん、はい、川北甲子園マイコさんから、いいですか、誰と 誰、はい、私次長課長だと思います。ほう、だって、うん、なんか2人卒業って、うん、
多分確かに、ね、そういう意味なんですよ。だって一人だけが、うんうん、次長課長一人が卒業するわけないし、二、はいはい、人同時は、うん、もうコンビでしかないのかなっていう。確かに。ただなんか嘘くさいお芝居してるからどうかわかんないですけど、ファーストインプレッションは、うん、次長課長だと思います。なるほど。確かにコンビを組んでるのは我々2人だけですから、そうなんですよね。2人ってなるとね、2人となるとどうしてもという、そう、あとまあ感情も全く入ってなかったんで、なるほどなるほど、はい、あ、皆さんいかがですか、皆さんの話を聞いてみて。ここね、ちょっとすみません、リーダーかなと。1人は、いや、そうでしょう、席替えって、うん、今でもできますしね、はいはいはい、4月わざわざね、4月になってからやりたいって、うん、思わないだろうと、今すぐやってもいいわけですから、ちょっとこう、4月以降ってあえて言う必要もないと。そうですね、すぐできますから、うん、であと一人は、小島子じゃないか、ここまで、うん、なんでしょう、頼まれてもないのに4つぐらい出してましたよね。そうですね、なるほどね、その、はい、書き消すように、はい、リーダーの席替えの後もすぐ、はいはい、ね、席替えの余韻もかき消しましたでしたし、存在感を出して、あえてだから一番こう、もうこれ本当にびっくりですけどね、小島子だったらないっていうの知ってるから、大どんでん返し、味方だと思ってた人が実は最後のボスだったって感じですよ、小島子とリーダー、はい、翔太行きましょう。なんか、最近休み多かった人とかなのかなと思ってて、ほうほうほう、だから、うん、そのお仕事たくさんってことじゃないですか、お仕事でやっぱ来れないこと、まあ、多いよね、からも、ね、今後ももしかして続くからっていうことで、まあ、僕もちょっと小島子ちゃんと、うん、はい、川北さんかなって、なるほど、その女の子2人が変わってまた新しい女の子が来たりするのかなみたいな、それ自分の願望でしょ、何拍手がするの、自分あなたたちが拍手してるんじゃないですよ、ひどい、違う違う違う、女の子入れ替えするんじゃないよ、入れ替えしたいだけじゃん、ふざけんじゃないと思う、ふざけんじゃないと、それを翔太の口から言ってくれたことに成長を感じてください、ね、翔太さんだって女性のそういういろんな女性を見てみたい、最初の頃の翔太だね、誰も言ってない、いやいや、いろんな女性見てみたい、ないですよ、いや最初は男性が好き説、変な説まで流してもらったじゃん、そう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 、声がね、女性に興味もなかった人が今は女性語変がある、もう外の業界からも聞いてみたことありますもん、同じアニメ業界で、そうですよ、先輩にそんな中、うん、女性2人が入れ替わるんじゃないかって、新しい人がね、そうそう、また来るんじゃないかって、ひどくない、だって2人っていうのは女の子今ここ2人だもん、あ、そうですね、あ、確かにね、でも小峠さんも、はい、泣きにしもあらずなのかなみたいな、わかる、いや、そうですよ、そうですよね、小峠さん、まあ、でもさ、峠さんいてもいなくてもいたくもない、小峠さんはもう辞めてる可能性あるんですよ、もう、そう、もう痛くない、先週から、はい、そう、峠さん痛くも痒くもないんだよね、じゃあ、あぱれ木曜日のあの顔写真にはもう小峠いないんだ、いないいない、いたこともないんだよね、いないんだ、いたこともない、それはこっちが寂しいわ、毎回ゲストで来てただけだ、こっちが寂しいわ、小島子気遣ってあんま喋ってなかった、永久ゲストなんだね、私も嫌ですけど井上さんと河本さんかなって、もう二人って聞くとやっぱそういう、そうね、コンビでっていう風に、まあそうか、まあそれはもうしょうがないよね、二人は持っていない、うん、いや、だから分かりますよ、次長課長っていい線ついてると思うんですよ、うん、うんうん、確かに、なんか川北さんちょっと怪しいなって、忙しいし思ったんですよ、うんうん、でもエッグタルトを差し入れしてくださった時に、うん、河本さんが、うん、あのチキン、おうおう、チキンパイ、チキンパイを食べたいって言ったじゃないですか、うん、したら、うん、じゃあ次持ってきますねって言ったんですよ、だからやめるつもりは絶対ないんだなって思ったんですよ、なるほど、なるほど、怖ー、すごい似てる、それを引いた場合に2人ってなったから次長課長にしたと、うん、なっていう、うん、でも、ね、峠さんも怪しい、うん、峠さんのことはもうちょっと峠さんもどうでもいいやつか、峠さんって言われてるのやつは僕らに やめても欲しいってことですか、欲しくないです、だって私大好きですもん、 I love you 棒読み棒読みすな、井上さん、井上さん参りましょう、僕もね翔太と一緒なんですよね、うん、女性2人なんですよ、まあ、なるほど、小島とリニューアルの時って大体女性が変わるんですよ、ですね、これ不思議と、うん、それなんか自分たちの感情乗せちゃダメよ、本当にいや、これはもうあの傾向です、いや、そういうことじゃない自分で分かってますよね、だいたい今までそうですね、
女性が大体女性がね変わっていくんですよ。でもくれぐれも言ってきます、首とかそんなの全くないですから、ね、ないないない自分で分かってるってことですよね。卒業やから、卒業ですよ、卒業やから。違うよ、はい、嬉しいことなんです、卒業で、うん、晴れて卒業できるとか、まあ、いろいろ意味の、うん、いい意味の卒業ね、首じゃないですこれは、うん、ただ僕自身、うん、その仕事の話を、うん、当日聞くことが多いんですよ。わかりますわかります、うんうん、あ、だから自分かもしれないってこと。それは少し可能性は残してる、そうなんですか。でもまあ今のファーストだと小島こと、ファーストだと小島こと、うん、まえちゃんかな、まえちゃんと、なるほど、多かったもんや。私も、ね、何気なくこうフェードアウトしていくんですよね、皆さん。なるほど、女性の人は、うん、僕はですね、青井翔太と川北麻衣子だと思います。うん、え、僕、はい、川北麻衣子と青井翔太だと僕は思います。入ったばっかよ、うん、だけどもう本当に忙しいっていうところ、レベルを考えてももう青井翔太と川北麻衣子だなと思います。川北麻衣子は忙しい、青井翔太はもうこのラジオに来てとんでもないぐらいのその5万という、うん、その軍勢一人じゃない、うん、それを初めて知ることになりますけど、こんなにも忙しいのかってスケジュール聞いた時にゾッとしました。そうそうそう、人形姫もやんなきゃいけない。いやただ、はい、翔太の5万は失うものがでかい。でかい。だから本当に、うん、俺は申し訳ないけど、うん、翔太にいてほしいと思って。川北麻衣子と翔太だけでほぼ10万ですよ。例えば翔太が辞めるにしても大丈夫、うん、いるという可能性だけ残して。確かにね、5万はやっぱ5万は残してプレゼントだけは置いてってほしいね、私物だけ置いてってほしい、ね、まあでも女性大丈夫大丈夫だよ。じゃあ私城島ですね。はい、リーダー行きましょう。ラスト、誰が卒業か、まあ正直言いまして、はい、誰も卒業してほしくない、うん、で、うん、蓋開けたら紙持ってきて4月1日だったよって、あ、これバセながらのっていう答えがあればいいなとは思いつつも、うん、僕も翔太くんとまゆちゃんかなと。それはなぜ、アニメ界の声優枠みたいなこの番組があって、はいはい、最初高田真理子さんと一緒にやってたんですけど、はいはい、水木奈々さんとか、はい、宮野真守君とか、はいはい、で彼と出会って、はい、また違う声優界からの参戦があるっていうのと、まゆちゃんまゆちゃんでやっぱり今後忙しくなってくるんで、スケジュールがドラマかなんか映画入るんじゃないかと。あ、ありそうありそう、立て続けに入ってるんじゃないかと思って、もう決まってると思うんですよ。もう決まってるやつがある、なるほど、ラスト、うん、タルラストタルトね、本当にラストタルトの撮影入るんですよ。来週チキン持ってくるっても、ね、あ、じゃあそのあのタルトを持って、うん、次のあの映画のスタッフにこのまま行くってことですか。そう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 、これからってこと、はい、僕は6作品ぐらい入ってるんじゃないかと。入ってますでに、それかそれあのシリーズ甘い、なんか苦く感じるよね、タルトが。それと声優界からまた違うという、ま、新しい早くない、本当に人に変わるの、変わるの早くないですか。これがファーストインプレッションですね。はい、なるほど。さあ、ファーストは一番多かったのが川北甲子園舞子と小島子がやっぱり多かったと。ですね。雨宮もそうだったね。小島子指しました。まあそうですね。はい、ただこの女性2人がそのままパンとお花が散ってしまう、綺麗なお花が散ってしまうのか。寂しいですね。でもそしたら ね、スイートペインさんとか、あの、なんだっけ。そうだよ。そうだ。縦外であったりとか、しょうまこちゃんとか。しょうまこちゃん。さあ、これを皆さん踏まえた上で。ね、今発表するんですか。踏まえた上でさ、あの、最後の予想ですね。最後の予想を誰にするのかという。ここがパンパン。決まってる人からいきましょうか。はい。はい、リーダー。自称ガチのお二人が、卒業します。ああ結果ね、うん、そういろいろありましたけど、はい、翔太、僕は変わらずかな、うん、っていうのは、小島子ちゃんと、川北麻衣子さん、はい、そして川北麻衣子さんは次長課長さん、次長課長さん、二人っていうのがね、はい、小島子も次長課長さん、はい、でもやば、井上さん、悲しい、僕と僕と鼻水出たわ。自分入ってきたよ。井上さんと、はい、僕と翔太、井上と青井翔太と、いや、分かんない、もう真面目に、私は川北麻衣子さんと青井翔太ではないかと、うん、はい、そこのちょっと鉄板だな、はい、さあ雨宮くん、行きましょうか、はい、皆さんの意見を聞いて、はい、うん、川北麻衣子ちゃん、はあ、うん、そして急に井上さん、
井上井上それもありますよね。おかしい、コンビを分断させるってね。実際にコンビを分断してるって曜日もありますからね。ありますね、確かに。毎週今日は、ま、違うんですかっていう時もありますもんね。あります、あります、ね、そっか。ただダントツで井上さんが5票入ってます。これおかしいな、なんか急におかしなことが起きてます。土曜日に移動っていう可能性もあります。それは分かんないです、はい、それは分かんないです。小峠さんの相方の西村君は、はい、入ってないですよね。西村さんはどこにも所属してないです。キャンプ、キャンプだけです。キャンプだけですよね。だからやっぱそういう感じで井上さんももしかしたらモンハンね、あ、なるほど、モンハンに所属する、まあ、ちょうど今出てますからね。なるほど、モンハンが忙しくなる。一番忙しい時です。どうなるんでしょうか。正解の方はあと一人、あと一人、あ、なるほどね。 あと一人がね、結果出ましてリーダー誰これ、俺と俺と川北甲子園真由子が3票入って、うん、で井上さんが5票ということで、5票だから1人を選ばなきゃいけない、ね、はい、河本川北で決選投票してください、はい、どちらか、はい、まあ、河本と川北はもういあれの言わないんで、うん、はい、あとの4人が、はい、リーダー河本川北選んでください。コンビどうか、そうか、リーダーは、じゃあ真由ちゃん、お、さらに変わって、はい、僕も川北さん、井上さん単品と川北真由子、はい、川北さんで、急に、でもチキンパイ持ってくるって言ってたから河本さんかな、はい、ということで決選投票の末、私と井上さんが川北甲子園舞子と井上が変な卒業するという予想になりました。はい、さあ正解はエンディングで発表したいと思います、はいはい、以上、嘘つきは誰だダウトークのコーナーでした。AKB48 の小島真子です。 MBS ラジオからあっぱれやってます。ここで一曲お聴きください。夢の続き、あの日心に、川北真由子です。 MBS ラジオからあっぱれやってます。さあさあさあ、はい、いよいよエンディングでございますけど、エンディングということで、リーダー、はい、予想が井上と川北甲子園舞子というのが卒業と、はい、皆さんの予想で、予想ではね、はい、じゃあ井上さんから、井上さんからいきましょうか、え、井上さんがこれが本当に我々の予想が当たってるのかどうかというね、はい、さあそれでは井上さん参りましょう。言っていいんですか。今日をもって卒業ですか卒業しませんか、お願いいたします。はい、本当これこのメンバーになってまだ半年とか、あと最初の方1年2年とかですか、やってきましたけども、本当今までありがとうございました。4月以降もよろしくお願いいたします。お願いします。卒業しません。なんでまだ釜かけるんですか。すごいですね。すごいですね。いや、そういうお仕事ですから、はい、そうですよね、井上さんじゃないです。ただ、はい、もう僕の心は砕けています。5票も入るなんて僕は自分で言うからだって。危ないですね。休んでるやつよりも出てるのつまはじきなんです。僕自分で入れちゃってます。ここ休んだことないです僕。あなたが自分で一票自分に入れちゃったんですよ。海外ロケから帰ってきてヘトヘトなのにそのまま入ってきましたからね。そうだ、謎の腕の痛みがありつつ、あ、そうだった、そうだった。僕は一回も休んだことはないんです、ね、だから入れちゃダメなんですよ自分に。だからこういう結果になっちゃうんです。そうですよ、ダントツで1位になっちゃうんです。あなたが、はい、自分っていうか自分でスケジュールがわからないから俺だよ。僕は言えないんですか。僕の一票も入ってるんですよ。そうです、わかりました。それで1位になったんですよ。あ、そうです、すいません。井上さんは卒業しません。このラジオ好きですか。よかった、はい、もう一人の予想が川北甲子園真由子というみんなの予想になりました、ね、はい、さあ川北甲子園真由子さんに聞きたいと思います。川北甲子園真由子さんは卒業しますか卒業しませんか。します。うーん、悲しい。川北甲子園真由子さんは正解ということになりました。おめでとう。おめでとう。めでたくない。いやいや、あの無事、まあ、まず正解したということに対して、うん、ああそっちのおめでとうですよ。悲しい。悲しい。いや、悲しいというか、まあでも、
何ですか。まあでもそれはだからね、これは、うん、あの悲しい卒業というのもあれなんで、やっぱりそれはね、うん、おめでとうということも含めてですよね。はい、うん、はい、なんかね、そうじゃないかなとちょっと思ったんですけどね、はいはいはい、だからエッグタルトだったんですか。そう、前回ね、はいはいはい、バレないように、うん、早めにスタッフさんとか皆さんにありがとうの気持ちで多分エッグタルト持ってきたんじゃないですか、はい、なるほど、やっぱり。というわけで一人は川北真由子さんでした。エッグタルト買ってたんだ。さあ続いてそれで、はい、あと一人いらっしゃいます、はい、次に票数が多かったのが、うん、私河本でございますけども、はい、私河本の方をじゃあ卒業するのか、はい、卒業しないのかという発表させていただきたいと思います、はい、私河本純一は卒業しません。何やねん何やねん、お前がせえへんのに俺するわけないやろ。お前の時代でもうこれ言うのもだるいね。マジか。マジかやめ。毎日一緒でしょ。これもうバンクルワズやで。バンクルワズやで。お前の次に俺が言うのがしんどいね。お前に喋らすマイクはね。あやれへんやれへんやれへ ん, やれへん。マジか。やれへん。ガンガンやれへん。ずっと、うん、再来週来るそうか。切ねー、うん。切ないこと、ね。全然ない。普通に仕切る。普通にやる。うん、俺5票も入ってるから。俺は3票、一生懸命やってるけど5票入ってるから、まあまあ次長課長さん残ると、うん、残る、うん、そして雨宮さん、はい、次に票が多かったのは、うん、青井翔太くんなんです、うん、あ、そうでしたっけ。残るは青井翔太くん、小島子ちゃん、うん、そしてリーダーが、うん、いう順番になっていきますので、ね、うん、順番に聞いていきたいと思います、はいはい、まずは翔太くん、さあ翔太くんは、はい、こちら卒業、あっぱれ木曜日卒業いたしますか、卒業しませんか。はい、青井翔太ん、お世話になりました、卒業します。卒業というわけで、はい、翔太、青井翔太くんと川北甲子園真由子ちゃんが卒業ということになりました。翔太くん、はい、翔太は短かったね、半年間。そうです、そうです、1年、そうです、峠さんと同期でございまして、うんうんうん、そうね、峠やめへんのか。何それ、もう終わってる、やめて。そうです、やめちゃった。地元帰ってます、すいません、僕まだやってるもんだと思ってました。芸人をやめてる可能性があります。この大事な場所に来てないという時点で本当最悪なもう卒業でいいよ、あの人だけはクビでいいよ、マジで ね、うん、じゃあ川北さんと翔太くんがお言葉 ね、うん、まずはあの、じゃあ改めて、うん、ね、どうしたの、ちょっと川北甲子園マイクは最後にいたしました、うん、長かったので翔太からお言葉いただきましょう、うんうん、はい、本当にこうお笑い芸人 の 方だったりとか、うん、なこちゃんの見ちゃったけどとか、アイドルの方とか、そしてリーダーとか、うん、女優 の、 あの川北さんとかと一緒にこうやってラジオをやらせていただくのってやっぱ僕の中で初めてで、今まではこう声優業界の中でいろんなラジオやってきてはいたんですけど、うんうん、やっぱりもたくさんこう勉強することがありましたし、まあ、僕がいなくなることで、うん、まあ、頭脳的に、うん、まこちゃん一人になってしまうという、大丈夫、井上さんがいるから。なのでちょっとその重荷を背負わせてしまうってことがすごく、ね、小島子はずっと翔太のことをね、面白い面白い言ってた、そうそう、本当にちゃんとバカにしてたけどね、本当の面白さじゃなくてバカにしてる面白さなんだけど、ね、仲のいい兄弟みたいな感じ、そうです、なんかでも兄弟のような感じでした、ね、もうなんか家族のような感じで、うん、とても楽しかったです、うん、本当に本当にありがとうございますっていう言葉しか出てこないんですけど、はい、ありがとうございました。聞いてくれ、はい、お手紙くださった方も、うんうん、お手紙、お便りか、お便りくださった方もありがとうございました。さあ続いて川北甲子園麻由子さんからお言葉いただきましょう。はい、言える、本当に言える、喋りたくない、そうなっちゃう、疲れた。でも MBS ラジオはずっと多分すごい本当に
仕事始めた時からずっとこの枠でいろんな曜日やってきたんですけど、なんか木曜日本当に楽しくってみんなに会えるのが楽しかったんですけど、私もまたもっともっと成長してゲストとして呼んでいただけるように頑張りますので、これからもあっぱれ木曜日応援してますので頑張ってください。ありがとうございました。いや素晴らしい、いや本当にね、いいメンバーでございましたし、ね、本当にファミリーがね、家族感がリーダーを筆頭にまとめていただきまして、やんちゃなメンバーが勢ぞろいでございました。なかなか個性的なメンバーです。そうでした、はい、まあ、卒業ということでございますけど、はい、ちょっと雨宮さんね、せっかくゲストに来ていただいてね、本当にまさかの今日もての卒業の方が2人いらっしゃいます。いやーね、本当こんな日に逆に来れてね、光栄ですし、いない、事務所の先輩小峠さんの分も一つ、はい、そうですね、ちょっと一曲じゃ、そうですね、今の、気持ちをね、雨宮さんにぜひ曲にしていただきたいと思いまして、それいいですか雨宮さん。いや、もう初なのに、はいはい、初なのに歌ってくれるの、いやもう外してから立った方がいいですよ、今ピンってなって、いやでも僕5票入ってるんですよ、そこはいいですよ、ブレちゃう、そこ5票、5票はいいから、一番最後5票入ってるんですよ、そこやめましょう、今ブレちゃいます。じゃあね、ちょっと歌わせていただきましょうか。はい、ちょっと聞いてください。あら、聞きましょう。はい、完璧なルックス美貌、完璧な家柄なのに頑張りや出川さんばりのロケも笑顔、ポジティブで俺たちに元気くれる太陽の女神、真由子があっぱれから羽ばたきます。たまのため口帰国子女だもの、真由子なら OK、 真由子があっぱれから羽ばたきます。気に食わないリスナーブロック、リスナーが悪い真由子なら OK、 真由子があっぱれから羽ばたきます。小峠さんの恵比寿のマンション電波に乗せちゃうけど、真由子なら OK、 ラジオでも僕らに元気をくれた真由子あっぱれでした。素晴らしい、アメミア素晴らしいぞ。いい歌作りました、ね、普通はね、こんなこともあろうかと、ちょっとプレゼントで、あら、冷やし中華始めました、張り紙じゃないんだけども、真由子はっぱれでした、ね、真由子は張り紙が素晴らしい、俺も今素晴らしい、すごい、ね、ゲストの人が一番やっているという、ね、普通はこちらの逆ですよね、送る方がね、やるべきですけど、いやいや、これ気合いにしてください、みんなであのなんか寄せ書きみたいなのもいいじゃないですか、いいか、そもそも我々がこういうことしなくちゃいけない、そうそうゲストの方が比重がでかすぎる、でかい、すごいすごい、すごい歌、ちょっとじゃあ葵さんにもね、え、嘘、葵くんお疲れ様、ありがとうございます、ありがとう、すごいな、おい葵翔太、だって今日初めてだもん、違うんですよ、あの葵くんにはいいって言われてるスタッフに、なんで葵くんはいいんだよお前、川北麻衣子あんだけあっぱれでしたみたいな、なんで葵翔太がいいんだよ、いや葵くんはあのいいって誰に言われたのよ、いやスタッフですなんで葵翔太スタッフにいいって言われる筋、なんでそんな人があんだよお前、卒業するのに、いやあの葵くんはなんか呼びかかるだけって聞いて、あそうか呼びかかるだけあそうなるほどね、そう移動ってことですね、本当にね、そうなんですよ、曜日が変わります、なるほど、葵翔太はスライドなの、スライドです、そうそうそう、5万持っていかれんの、じゃあそう曜日対抗やめません、プレゼント企画でまた5万持ってかれました
パチンコみたいに言うな。まあ、青井くんの時もまた、ありがとうございます。贅沢でした、贅沢でした。とんでもございません。ねえ、これはやっぱりねえ、いい歌でした。もうまこちゃんがねえ、まこちゃんからも、まこちゃん、あの、どうしたの、まこちゃん、姉ちゃんと、ほら、姉ちゃんと兄ちゃんに一言ずつ。うん、どうしたの、かわいい。まこちゃん泣いちゃって。はいはい、姉ちゃんと兄ちゃんに、うん、泣いちゃっても、まえちゃんにも。本当にお兄ちゃんみたいだったし、うん、隣の席でいっぱい一緒にお菓子食べたし。食べたね。かわいいですね。コメントが、お菓子食べたね。いい、うん、ご飯行った時も、うん、ちょっと石が入れなかったからちゃんとご飯食べてないし。翔太がね、食べれてなかったし、うん、食べれてなかった、うん、寂しいでした。はい、うん、でも曜日変わるんですね。そう、翔太はね、それは自分の意思ですか。ないだろ、そんなわけないだろ。んだよ、泣きらがな、何言ってんの。そんなことがまかり取るからみんなやるって。やるんだよ。シフトじゃないからね、バイトじゃないから。シフトじゃないから、月曜日なんとかなりませんかねとかならないですよ。まやちゃん、まやちゃん、姉ちゃんには、うん、歪み合った時もあったしな。本当にもう一番最初から一緒だし、本当にお姉ちゃんみたいだし、うん、なんかいっぱい差し入れくれたし、うん、お洋服もくれたし、うん、うん、大事な時に絶対お洋服着ますね。うん、よかった。うん、LINE します。LINE しよう。あれ、LINE してなかったの？ LINE してないんです、今までは。今までちょっとすごい壁があったので、やめちゃうってなったからね。やめるってなったら、うん、ただ退出しないことね、それだけお願いします、ね。退出だけはやめよう。退出させないでくださいね。井上さんには言葉ないですね。僕もいただいてもいいですか。井上さんにはないです。乾きます、涙が。一番泣きたいの、来週も一緒なんです。すぐ会います。一番泣きたいの僕ですけど。おはようございますって言われます、来週。あ、そうですか。ご票も入ってって言ってほしいんですけど。それはもうないです。自分が泣いてください。家帰ってね、ハイボール飲みながらご票入ったよって。うん、今日は早めに寝よう。まあ、ちょっと意外な展開でしたけどね。ねえ、はい、まあこの二人が卒業ということでございますけども、はいはい、まあ本当にね、秋田麻衣子ちゃんを、うん、あの、また違うね。はい、頑張ります。まあいろんなバラエティでもちろん皆さんお会いしますし、うん、また大田付きよろしくお願いします。はい、お願いします。本当にお疲れ様でございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。翔太君もお疲れ様でした。ありがとうございました。本当に、ね、あの、楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごくいい記念の会になりました。ファミリーですね。本当に。あの、またぜひ呼んでください。お願いします。どっかで。はい。ということで、それではお時間です。はい。お相手は城島茂と、城下城河本と、井上と、青井翔太と、川北麻衣子と、藤間麻衣子と、雨宮でした。それではまた来週。さよなら。